皆さんこんにちは、田中ひなです。今日はですね、私が普段から、愛用しているお気に入りの化粧水をご紹介しようと思います。最後まで動画を見ていただけると嬉しいです。それではスタート。私ですね、普段使っている化粧水がまあこんな感じであるんですけども、その日のお肌の調子に合わせて使い分けているんですね。まず私の肌の状態をお話しすると、敏感肌で乾燥肌で、あと花粉症なので肌にも出るんですね、その症状が。かゆみだったり、ガサガサとしちゃったりだとか、皮がむけちゃったりとかも結構ひどい時もあったりする、まあそんな感じの肌質です。まあなので、そういう時にも割と使いやすい、まあ敏感肌用、私には合っている化粧水を今から紹介していきたいと思います。これからじゃあ紹介しようかな。こちらがですね、エフェオーガニックのモイスチャーローションです。はい、普段使い、まあほとんどこれが、まあ、メインでずっと使っている化粧水ですかね。この化粧水はポンプ式になっているので、まあこんな感じで出ますね、液が。テクスチャーはトロッとしています。すごい保湿力がある。はい、でホームページからちょっとこれは見たものになるんですけども、ヒアルロン酸の5倍以上の保湿力のサクランというものが配合されているので、まあヒアルロン酸ってね、聞いただけでもすごい保湿力というかプルプル潤うみたいなイメージがあるじゃないですか。それの5倍以上なので、本当に使ってて、あ、しっかり保湿されているなっていう感じが使っててあります。年が明けて福袋、コスメキッチの福袋を購入したんですけど、その時にこれが、今年入っていて、初めてそこで使って、あ、すごくいいな、自分に合ってるなと思って、リピートが2本目のものです。もうこんな感じ。あとはなんといっても香りがすごく好き、イランイランとローズの香りがするんですけども、癒されてリラックスできるので、まあ、朝晩関係なくずっと使っている化粧水ですね。まあ、これが一番、まあ、私の中でのベースの化粧水。続いてじゃあこれを紹介します。ラロッシュポゼのトレリアンウルトラ8、モイストバリアミストという商品。こちらはですね、花粉のこの時期にすごい大活躍してくれる化粧水で、朝ですね、私はメイク前の時に使うことが多いものになります。これはこんな感じの噴射式のスプレータイプになっているんですけども、テクスチャーはサラッとしています。まあ結構勢いがすごいので、顔にこう離してパッパッパッ使うっていうよりは、私は手にこう出して、で肌になじませていくっていう感じの使い方をしています。なんでこれが花粉のこの時期にすごいいいのかっていうと、ラロッシュポゼって外的要因から肌を守ってくれるっていう風にどれもなっていると思うんですけども、まあこの化粧水もまずそれですね。だからまあ花粉の時期とかにすごい使いやすいっていうのと、日中ね、肌にこう付着してくる大気中の微粒子だったり汚染物質っていうのを洗い流しやすくしてくれる働きがあるらしいんですよね。これを本当に朝ね、メイク前に使って、まあその日一日花粉がひどい時とか外にいた時でもそんなに肌に影響が出ないんですよ。もういつもだったら結構出ちゃうんですけど、そう。まあ特にその変えたところって言ったらこれを使ってるっていうことだけだったので、あ、結構これって働きがすごくあるんだなと思って、もう必ず朝はこれを最近特に使っています。サラッとしてるタイプで保湿力はあるんだけど物足りないなって時はこれを一度つけてから、まあまた、まあなんだろう、こういうこれ使ったりとか、まあこの後紹介するものを使ったりとかっていうのは、まあその時の肌の状態に合わせて使っているっていう感じですかね。続いてこれを紹介します。こちらがマルティナのシアーナフェイシャルローションというものですね。これは肌がもう本当に敏感な時に私は使うようにしています。エタノールとエッセンシャルオイルが入ってないんですよ。本当にシンプルなものだけ入っている化粧水になります。肌がね、敏感な時って化粧水を使ってても、なんだろう、こう馴染みがあんまり良くないというか、まあ、あとはちょっと染みたりとかすることもあったりするんですけども、これは使ってて私個人的にはそういうことを一切感じなくって、すごい使いやすいなっ
っていう印象があったので、まあこう最初にも言った通り肌がすごい敏感な時に使っているって感じです。で、あのこれもねスプレー式のタイプになってるんですよ。でもわかります、すごい霧が細かいので、まあこれはそのままバーッと顔にかけちゃいますね。まあただ本当にこう必要な保湿だけをしてくれるっていう化粧水になっているので、まあなんて言うんだろう、こうすごい保湿されているなっていう、まあ最初に紹介したこの化粧水とかと比べると、まあ、そこまでの保湿力っていうのは、他に比べるとちょっと物足りないかなって感じはするんですけども、肌本来のバランスを取り戻してくれるあの化粧水っていう風によく言われているものみたいなので、これを私は今のこの花粉の時とかにすごいバーって症状が出た時とかはこれで一旦落ち着かせるようにしてます。もう何回もこれでつけて肌に優しくなじませる、つけてなじませるっていうのを何度も繰り返していますね、お風呂上がりは。はい、では続いてがこれを紹介します。アムリターラのホワイトバーチモイストウォーター。これはですね、肌がすごい乾燥しているな、ガサガサしているな、ゴワついてるなって時に使っている化粧水です。さっきね、このマルティナーの化粧水紹介したんですけど、まあ、肌が敏感な時、花粉とかで症状が出ちゃった時に、こちらを最初使ってて、まあ、何日かしてちょっと症状が落ち着いたなってなったら、その後にこれを使ってます。まあ、だいたいこれを使ってたら一旦のそのかゆみとか、なんだろう、赤みだったりっていうのが落ち着いてくるので、私の場合はその後は乾燥とかかさつきとかごわつきが気になってくるってことで、まあ、これでその後は補っているというか助けてもらっている化粧水です。これね、あのね、さらっとした感じ、みずみずしい感じの化粧水なんですけど、肌につけるとほのかにこうとろみを感じるというか、そう、馴染ませてからわかるんですよ。あ、すごいとろっとしてるんだこれっていう、それがすごい不思議でびっくりしたんですけども、そう、本当にこう軽いつけ心地なのに、あ、肌の内側からちゃんと保湿されているなっていう風につけ終わった後に感じるので、本当にこう肌がベタつかずにしっとりして、綺麗に馴染んでくれる化粧水だなと思っています。で、これも無駄なものは入っていない、精油も入っていない、なので香りもないですね。これはこう本当に最初に言った通り、肌が敏感な時にこれも使いやすいです。で、これもスプレータイプなんですよ、こういう。ただこれね、結構バッと出ちゃうんですよ、こういう風に。だから間違って顔にバッていきなりかけちゃうと、結構一点集中でペッて出ちゃうので、手にこうやって出してこう両手なじませて顔につけるっていう使い方の方がこの化粧水もいいかなと思います。で、この中のリフィルっていうのかな、それだけを買えばずっとこれだけを使い回しで使えるので、それもすごく使い勝手があっていいなって思っています。では、一番最後の、化粧水がこれですね、アベンヌのディープモイストローションです。これも肌が敏感な時とか、かさついてるなとか、そういう時によく使っている化粧水。これは夜っていうより朝使うことが多いですね。で、コットンパックをする時にすごく使えます。私、頬に赤みが出やすい人なんですよ。朝コットンにバーっとこれを垂らして、ここの頬のところにコットンパックしたりするんですけど、まあそのコットンパックをしたことによって赤みも落ち着くし、あとは肌表面に保護膜を作ってくれるっていうことで、朝こうしておくと乾燥とかしやすかったりするんですけど、それも、まあんまり感じなかったので、そこもすごくいいなと思って気に入っている、化粧水ですね。で、これね、肌荒れしてる時、敏感な時に使ってて、これもねヒリヒリしなくって、だから、まあ、敏感な時とかにも、よく使っているものになるんですけども、まあどうだろう、ちょっとこう使い方が本当にその時の自分の気分、肌の調子とかに合わせて使い分けてるので、どういう時にどう使ってますかっていうのがちょっと説明しづらいんですけど、まあ、この5本を、まあ、その時の
まあ、本当に自分の体調だったり症状に合わせて、まあ、一本の時もあるし、まあ、二本組み合わせて使ったりすることもあるっていう感じですかね。まあ、という感じですごいちょっと説明がどうでしたかね。私なりにちょっと今回ノートにまとめて、ホームページを見ながらこういうのが入ってるから、あ、自分のその実感したことと照らし合わせて、あ、こういうことなんだと思って、実際にちょっと使用感っていうのをお話しさせていただいたんですけども、まあ本当にこれプロでも何でもなく私の個人的な意見になるので、正しいかどうかっていうそこの部分に関してはちょっと自信を持っては言えないんですけども、参考にしたいっていう風にありがたいことにね言っていただけるので、まあ私が最近使っている化粧水たちはこの5本になります。最近より思うのは、まあ、ブースターつけることもあるけど、つけなかったらお肌に最初にスキンケアで一番に使うのって化粧水じゃないですか。だから化粧水をどれだけ自分に合ったものを使うかによってその後が変わってくるなってすごいここ最近特に感じるので、こうやっていろいろと自分に合わせて使い分けてますね。はい、ということで最後まで動画を見ていただきありがとうございました。まあ、ぜひ皆さんの、お気に入りの化粧水だったり、すごくいいなと思う、ものがありましたら、ぜひ、コメント欄で教えていただけると嬉しいです。ではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。